まず、ちょっとさっきもやっちゃったけど、これ、友情ガチャっていうね、これは無料のやつ。FFRK でいう、無料のやつかな。これは当たんないんだけど。一発勝負ですか？実は、ミート君チャレンジっていうのがあって、その条件揃えて、実はね、星5確定の、ガチャがね、あるんですよ。それがね、引けることになって、これ、ミート君チャレンジ。ミート君チャレンジ？で、これはね、条件を揃えたんで、一回ね、シングルガチャ一回引けるんだけど、これがね、星5確定なの。だから、ここで、なんだろうね、ちょっとね、いいやつ欲しいんですよ。よっしゃ、いきますよ。もうこれはね、金カプセル確定なんで。運試しと思いきや確定。そう、これは確定で、これマッスルスパークでいこうか。ここで、これだってほら、後ろが全部金だもん。あ、半蔵頑だっ張れ。て。半蔵が来た。これはね、かっこいいよね。アビリティがアイドルキラーと正義超人キラーだって。半蔵。アイドルキラーってなんだろう。あ、攻撃力がいまいちだテルね。テルボーイってめちゃくちゃ格好悪いっすね。そう、わテルテら。ルボーイは格好悪い。友情アタックもね、そんな強くないね。これは当たり。ただいまです。まあ、当たり。忍者。そう、これ忍者。だ、まあ、そんなに強くない。で、しかも使う場所限定されちゃうテンね。ペルは2世のキャラです。ロープのアビリティが半ね、蔵持っっててない筋肉と。マンニオでしたっけ？半蔵は2世だね。いまいちだね。まあ、でもね、ただでもらったからいいですよ。さあ、な、こっか救らが急本キャンペ命ーンの。はどれくらい出てるの？いや、わかんない。どれくらいいいんだろ運営、今油断してますよ。う。例えば、同じ筋肉マンでも、何種類も筋肉マンブがあラッるんでクすホよ。ールとペンタゴンの4次元殺法コンビってあるんですあ、ありか？ますよ、あります。タッグ技、タッグ必殺技であるね。でね、ペンタゴンは持ってないんですよ。よし、おお、ちょっと頼むぞ、これ。 これ頼む、本当に頼む。ブロッケン欲しいんだから、ずっと。うわー、ちょっと本当に頼むぞ、これ。もう大事なやつだよ、頼む。金のカプセル、金のカプセル、出てこない。いやー、また出てこない。これ、すごい持ってね。止まって、止まって。出ない。いやー、止わまっわて。れ。ちょっと、ちょちょちょ。おーい、またてるてるボーイ。おーい、最後てるてるボーイだろ、これ。これ、ちょっ渋すぎ。と、てるてるもボーイをす、わら。う。なてんるだてよ、る、てるわてら。るボーイ。渋すぎる。いごや、めんな。渋いよ見てるのそね。のまま見てますいや、よ。これてるさ、てる。テレビで見てます？ありがとうございます。わらわら。さ、FFRK はとてりあえるてず、ー、ほわら。ら、だキラニわジら。か、虹が出てきててるてさ、る。そ最れ後で、のまあ、切手のだわら。中身は外れのパターンがあるけどさ、これ、まず金のカプセルが出てこないじゃん。渋い。
いやーこれは渋い渋い上にさ、いやあのこれだけさあのキャラクターがね11個あのね11体あの出てきて最後にテルテルボーイをなんで持ってきたのかね。だってこのもうあの電話の電っていうのが見えちゃった。オフなりました、わらわら。ああ、わこつ、いやいやこれきついよ。ハズレからの当たり演出ありますか。あとね、復活演出みたいなのはある。あの銀の銀のカプセルが金に昇格みたいなのがあるけど、ブロッケン俺も欲しい。 5% の壁はきついですね。でも初期の悪もこんな感じだったよね。悪の2倍はクソっと方が財布に優しいよ絶対。いや俺もうね買えないからな、ガチャ。このね筋肉マンがもしね、あのイベントとかはねあのよくわかんない、なんかちょこちょこ来てるみたいだけど、俺はねイベントとかねちょっとあのキャラクターがあの弱くてあのできないかな。これねあのマントをつけてる場合がね当たりなんだって。もしかしこんなに出ないとやんなっちゃうね、うん、あ来た来た、うえうえ、ちょっとブロッケン期待しちゃったよ。いやーちょっと、遺留品だって。いやーちょっと、アビリティ何これ、必殺技ターン短縮って、ロープ耐性はないけど、あー使い方によっては強いのか。2世ですね。2世のはねちょっとね嫌なんだよな。いやでも1回来ちゃったらもうダメかな。もう課金やめろってことかな。戦闘機に変わるやつですよ遺留品。ダメだ、いやダメだ、きつい。いやーダメだ、あーもうここまでだな。マントって最初でわかるってこと。そうそう、あの引っ張るときにマントをつけてれば金か、あの金があの確定みたい。